か4人衆に集まっていただきまして、手にはですね丸松の札を持っていただきました、ね、まずはじめに簡単なアンケートをいたしまして、選手の皆さんには丸か×かでお答えいただこうかなというふうに思っております。よろしいですか皆さん、いいですか、あのちゃんと向こうへ客席の方向けて丸か×か出してくださいね。それでは行きましょうか、いいですか。第1問、絶対に食べられないものがある、丸か×かお、ちょっと待って、川口さん、吉原さん、丸、八田さん、大畑さん、バス、はい、あ、なんか揉めてるよね。あの、皆さん、揉めるときもバイクを使って揉めてくださいませ。次、いくよ、第2問、試合中、自分で、あ、俺今乗ってるなと思ったことがある、丸か×か。ちょっとお、これは全員丸、お、俺今乗ってるな。で、はい、じゃあ次第3問、背中から聞こえてくるヤジに思わずへこんだことがある、丸か×か。ゴールキーパーですからね、背中から越えてくるヤジにへこんだことがある、バス、全員バス、はい。第4問、ここだけの話、私服のセンスには自信がある、バルカバスか、全員バス。他の3人に負けないことがある、あるかますか。おおお、まる、ほう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 。じゃあ皆さんマイクを持っていただきましょう。ここで質問おしまいでございますけれどもね、他の3人に負けないことがあるね、はい、ありがとうございます。じゃあ、あのまず最初ですけれどもね、吉川さん、絶対食べられないものがある、あ、その前にちょっと待って、はい、足大丈夫、足大丈夫ですか、大丈夫ではないんですけど、うん、まあ、普通に生活は大丈夫ですよね、普通に生活は、普通に生活でいい、あのこの間ね、はい、自転車を漕ぐぐらいはできるという話があったんですが、そのぐらいできる、まあ、自転車は漕げますし、うん、あとはまあ、軽くですけど走ったりとかもあります。あ、そう、はい、まだ気持ちないです。よく回復したよね。そうですね、もう入院してる時はね、本当に走れるなんて想像できなかったんで、だって本当にすねでしょ、すね折れましたからね、あれだって弁慶の泣きどころって言ってね、はい、一番痛いとこじゃん、泣きどころっていう、本当その通りですよ、本当に痛いです、すねは。あの瞬間って、ごめん、もう全然話は分かんだけど、他の3人ごめんね、あの瞬間で、皆さん聞いてないですね。いや、俺は聞いてるから。あれ後ろの方聞いてる、後ろの方聞いてるって言ってる。後ろの方聞いてくれますね。そうそうそう。あの瞬間で、どう、今まで人生の中で、はい、30年、ね、生きてきて一番痛かったんだよ。痛かったですね、あれ本当に。まあ足動かないですよ。動かなかったです。もうレフェリーの方はね、立てって言うんですけど。立てじゃないよ。ね、だからもう足をね動かそうとしたんですけど、ごめん、こんな話でいい足をその動かす、ちょっと動かしたんですけど、ボキボキって言ったんですよ、ボキボキ言ったの、足が変形しちゃったんですよ、ちょっとだけ、いやだ、これやめよ、その話やめよ、行って行って、はい、吉原さん今まで攻撃権はあります、どこ行きました、膝とかです、膝も痛いでしょ、痛いですね、あ、じゃあやっぱりどうしたってね、そうですね、キーパーさ、相手選手との接触もあるし、ここにあの鉄の枠もあるしね、あれやっぱり怖いなと思うことってない、あんまり、
あの枠に関して。わかんないです。あ、そう。さあ、それじゃちょっと聞いてみようか。食べられないものがある吉田さん、何を食べますか。僕、生姜、あれですね、お寿司が好きなんですけど、お寿司についてるガリ。ガリ食えねえの。ガリダメですね。なんで。なぜかダメですね、ガリは。昔から。昔からですね。紅生姜は。紅生姜もね、ダメですね。生姜がダメ。はい、ジンジャーエールも飲めないじゃん。あ、ジンジャーエールのカナダドライとかですね、何でしたっけ、自動販売機に売ってるジンジャーエールを飲みます。あ、甘いやつね、甘いやつ、お子ちゃま。はい、あれは飲めるんですけど、ダメですね、生姜。ダメでしょ。はい。お、吉原さんは、あれ食べられないか分かんないのか。僕は、その、食べ物っていうか、虫。虫？はい。あ、虫が嫌い。虫っていうか、絶対食べられないものがあるだから、一応食べ物になるかと。虫、あ、虫ね。イナゴの使いなくてでしょ。全然ダメです。まあ、そうじゃないよね。虫が、例えば全般的に食べる食べない関係なしに虫嫌い？虫が嫌いです。あれ、そう。はい、で、例えばカブトムシとかセミとかもダメ？オスは大丈夫です、カブトムシ。なんだと？オスは大丈夫？メスはダメ？メスはダメです。マジ違う。メスなんでもねえじゃん、だって。オスとかもやってないからさ。カブトムシ？メスをこうやって横で持つと、トゲトゲで刺されるんですよね。そんなの考えたことねえよ。あ、そう。で、じゃあ、バットさん。バットさんは何、食べ物じゃなくて苦手なものになったの？特にないです。苦手なものなし。はい、勉強ぐらいです。すげえよな。勉強ぐらい。勉強苦手。それはね、多分ね、他のみんなもそう思ってるんですよ。大畑さん、大畑さん苦手なものは何？いや、特にないですね。ない。はい。おー、どこどこに行ったらいいんだね。マジ？マジ？マジ？嘘ついてます。嘘ついてる。じゃあ、吉原さんから見て、大畑さん何が苦手なの？ありますね。ちょっと人付き合い。いやー、そういうことか。人付き合いね。人付き合い苦手なの？全然得意です。本当なんか例えば、じゃあ例えば4人でご飯食べたことあったの？この4人で。いいんですよ。ないの？3人はないです。なかったね。なかったね。そんな一緒です。いや、行く行くって言ってたの。例えばね、吉川さんから他の3人と、おい、ちょっと飯食い行こうよとか。あ、ね、キーパーがやろうって言ってたんですけど、いや、いや、怪我がちょっと、怪我がちょっと、ああ、そうか、病院でも、でも、でも、病院でお見舞いにすぐ来てくれたんですよ、3人だって、3人で、3人で来てくれて、それは嬉しかったです、本当に嬉しいね。本当に嬉しかったですね。え、やっぱり、はい、ある意味ね、まあ、チームメイトでもあり、しかも同じポジションを争う、まあ、ライバルでもあり、でも、そういう中でも今生きてくれるって嬉しいよね。本当に嬉しかったです、今来てくれて。ねえ、はい、何持ってきてくれた？ね、あ、レモンだ。レモン。レモンと、あと、果物。あ、そう、嬉しいね。